The syndicates need your help. In a rare showing of solidarity, they sent a covert team to raid a Grineer ship adrift inside the Abyssal Zone. The ship is rumored to be carrying Defixios, curse tablets that were plundered from an archaeological site known as Villa Irelia. The syndicate's team is unable to complete their mission and needs your help to get the Defixios. Abyssal beacons are available from the syndicates. Which syndicate you support is entirely your choice. ハローテンのズンダモンなのだ。新しいアプデで追加されたダガスのミッションをやっていくのだ。ミッションに参加するには高層シンジケートの提供物からもらえるアビスビーコンが必要なのだ。どれくらいいるかわかんないけど20個くらいもらうのだ。だから最近シンジの賃上げを頑張ってたので、今回のアプデでグレンデルプライムとダガスの2種類が追加されたけど、同じ時期に両方作ろうとすると大変よね。まあ僕はダガス優先で作っていこうかな。グレンデルはまあうん。何か言いたでね。そんなことよりミッションへレッツゴー。Hello? Reinforcements? Listen, we don't care about our mission. My team just wants to go home. Clear out this ship so we can escape. If you find any of us, we'll show you where the nearest Defixios. We want nothing to do with those cursed things. Be cautious.The Defixios are coveted because of their power. I cannot predict their effects on you or your warframe. デフィシオスってのを回収するみたいだけど、他は消滅と同じ感じかな。何かすごく怯えてたわね。我々レッドベールのためが怯えてしまうとは何事なのだ。神事同士で協力するのも珍しいわね。すごくホラーな感じがするのだ。それより新しく作ったデビリの領区型のすごいわね。赤プリさらって出すのやばいのだ。リベン欲しくなっちゃうのだ。あと今気がついたけど、コンパニオンの表示が分かりやすくなってるのだ。これ取りダメしてるのバレるやつだね。最初間違ってマルチプレイにしたかと思ったのだ。キューブ対象発見。ずいぶん怯えてるわね。キューブ対象にアクションを取るとデフィシオスっての場所が表示されるみたいなのだ。見つけたのだ。探索アイテムにしてはかなり見つけやすいわね。マップの目印もすごいし音も大きいのだ。スキャンできるかな。できないみたいね。とりあえず取ってみたら。取ってみるのだ。シールドがなくなったのだ。持つとデメリット効果があるみたいね。Take it to the extraction zone. Antenna, be careful.聞いた話だとヘルスや弾薬エネルギーが減ってしまうことがあるみたいなのだ。今回はシールドをなくしたわけね。オーディモットを掘っていた時を思い出すわね。発掘のパワーシェルみたいにプライマリが使えなくなるから次回の集会から気をつけないと。これって複数持っていったら報酬増えないのかな。さっき力見たけど目的の報酬個数は変わらないみたいね。あ、そうなんだ。これ落としたらどうなるんだろう。シールドが復活したわね。脱出地点の場所の表示はそのままみたいね。取るともう一度発動したのだ。これもしかしてステージの序盤で拾うよりゴール付近で持った方が良さそうね。確かにそうなのだ。あとそこら辺に神事の方々いるけど、フリニア兵から見たらどう見えてるんだろう。怯えてるから放置なのかしら。そういえばフォーカス追加で5000ポイントもらえるんだっけ。スラックス2体分なのだ。フォーカス稼ぎが楽になるわね。そういえば最近公式ツイッター不穏だよね。名前は誰がつけたのかみたいな。あれ、ラガスのストーリーはナベラスの夜と名付けが関連してるみたいよ。へえ、そうなんだ。彼女の設計図を制作できるクラン設備でストーリーが読めるそうよ。ダイモスのおばあちゃんも関わってるみたいね。ダイモスのおばあちゃん、頭が今何考えてるの。脱出地点に着いたのだ。これでデフィシオスとやらは回収できたみたいね。あとは普通の消滅かな。そうみたいね。じゃあ今から倒してくるのだ。敵を倒してたら変な表示が出たのだ。ソーティーで見たことある単語が出てきたわね。エクシマスなのだ。しかもたくさん。消滅終わりかけるとエクシマスがたくさん出てくるみたいね。レベル40くらいだから問題なさそうなのだ。イベンの破片集めるのに良さそうね。月曜日に30個足りない時あるよね。破片が手に入った。急遽必要になったらここを周回しても良さそうね。The Defixios are on their way to our trusted allies. Thank you, Tenno. 消滅完了、帰るのだ。初見で遊んでたら時間がかかったわね。これが例の素材か。ジャーズンだもん。あと同じのを95個集めといてね。そんなに？もし使ってて気に入ったら102個追加ね。あとクラン設備追加で研究は不要みたいだからすぐできそうね。ってことで周回するためにガウ水色ガルーダを用意したのだ。早い。慣れたら一周3分くらいで終わりそうなのだ。鋼の道のりだとドロップ数が増えるみたいだけど、どっちが早く集めれるのかな。とりあえず素材集め頑張るのだ。それではご視聴ありがとうなのだ。